いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。バトレル前に行きそうです。先手を取ったのはバトレル。その外からロータスランド、内からは東欧アマゾン、その外にスカイグルーヴ、ベステンダング、そのうちに続いています。その外にアイラブテーラー、内からは名勝ミモザ、その外にデイモンドバローズ、内からはマテンロオリオン、並んで9番ケイデンスコール、内からはダイアトニック、その外にキャプテンドレイク、その隣にサブライムアンセル、その外にビッキーブリランテ。さあ先頭は依然として2番バトレル、2番手はスカイグルーヴ、デイモンドバローズ、3番手。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭はスカイグルーヴ、外からサブライムアンセム、あと 200m、 先頭は依然としてスカイグルーヴ、一気にマテンロオリオン、サブライムアンセム迫る。先頭一段となってゴールイン、横一線になってゴールイン、これは大激戦です。わずかにサブライムアンセム体勢有利。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。おーアマゾン、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。おーアマゾン、この辺りも前へ行きます。先手を取ったのはおーアマゾン、これに続いてバトレル、その後ろからはスカイグルーヴ、ロータスランド、そのうちに続いています。その隣にベステンダンク、その外に名勝ミモザ、並んで18番アイラブテーラー、デイモンドバローズ、この馬もこのグループ。内からはダイアトニック、赤の帽子マテンロオリオン、その後ろ、その外からキャプテンドレイク、並んで12番サブライムアンセル。ここでバトレル先頭に変わりました。おーアマゾン、ほとんど差がありません。スカイグルーヴ3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はおーアマゾン、外からスカイグルーヴ、残り 200m、 先頭はおーアマゾン、2番手はスカイグルーヴ、ロータスランド、差し切った、ロータスランド、ロータスランド、1着、2着は微妙です。ロータスランド見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さて何が行くのでしょうか。おーアマゾン前に行きそうです。先手を取ったのはおーアマゾン、その隣にバトレル、その外からスカイグルーヴ、ベステンダンク、そのうちに続いています。青の帽子ロータスランド、その後ろ、その外にデイモンドバローズ、並んで18番アイラブテーラー、内からは名勝ミモザ、並んで6番マテンロオリオン、その外にビッキーブリランテ、並んで13番キャプテンブレイク、内からはダイアトニック、その外にケイデンスコール。さあ先頭はバトレル、スカイグルーヴ、ほとんど差がありません。間を挟んでロータスランド、3番手。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はスカイグルーヴ、残り 200m、 スカイグルーヴ意地を見せる。残り 100m、 一気にオーアマゾン、オーアマゾン、差し切った、オーアマゾン、オーアマゾン、1着、2着にはどうやらスカイグルーヴ、オーアマゾン、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、ロータスランド前に行きそうです。先手を取ったのはバトレル、すぐ後ろにオーアマゾン、その外にベステンダンク、その外からスカイグルーヴ、さらにはアイラブテーラー、並んで15番ビッキーブリランテ、デイモンドバローズ、この馬もこのグループ、サブライムアンセン、そのうちに続いています。黒の帽子ダイアトニック、その後ろ、その外にケイデンスコール、その隣にマテンロオリオン、その外にキャプテンドレイク、並んで14番名勝ミモザ、先頭は依然としてバトレル、2番手はミッキーブリランテ、後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。バトレル先頭、外からスカイグルーヴ、残り 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。マテンロオリオン抜けた。2番手はオーアマゾン、マテンロオリオン、マテンロオリオン、1着、2着にはどうやらオーアマゾン、マテンロオリオン、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。
用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを切ったのはロータスランド、バントレム。この馬も好スタートを切りました。バントレム、この辺りも前へ行きます。バントレム先手を取りました。すぐ後ろにロータスランド、その外からスカイブルー、ゴーオーアマゾン、そのうちに続いています。その外にベステンダンク、その外にレイモンドバローズ、内からは名将ミモザ、その外にアイラブテーラー、内からはダイアトニック、その外にサブライムアンセン、その隣にパテントオリオン、その外にキャプテンドレイン、並んで15番ビッキーブリランデ。さあ先頭はまだ2番バントレム、2番手はロータスランド、スカイグルー、3番手後続集団も追い上げにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。バトレム先頭、前に迫るスカイグルーヴ、残り 200m を通過して、ゴーオーアマゾン先頭だ。ループルフォール、ゴーオーアマゾン、ゴーオーアマゾン、ゴーオーアマゾン、1着2着にはどうやらループルフォール、勝ったのはゴーオーアマゾン、このレースを制したのはゴーオーアマゾン。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ロータスランド、好スタートを切りました。バントレム、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがバントレム。バントレム先手を取りました。ロータスランド、すぐ後ろ、これに続くのがスカイグルー、内からはゴーオーアマゾン、黄色の帽子ベステンダンク、その後ろ、その外からアイラブテーラー、ビッキーブリランデ、そのうちに続いています。その隣にレイモンドバローズ、内からはパテンロオリオン、並んで4番ダイアトニック、その外にサブライムアンセン、並んで13番キャプテンドレイン。この辺りで先頭が変わりました。ロータスランド、バントレム、ほとんど差がありません。間を挟んでスカイグルー、3番手。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はバトレム、残り 200m、 サブライムアンセム追い上げてきた。サブライムアンセム抜けた。2番手はキングオブコージー、サブライムアンセム、サブライムアンセム1着、2着にはどうやらキングオブコージー、3着にプラデスーラ、サブライムアンセム、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。スカイグルー前に行きそうです。先手を取ったのはバトレム、すぐ後ろにゴーオーアマゾン、その外からベステンダンク、その外にレイモンドバローズ、内からはロータスランド、ビッキーブリランデ、それに続きますオレンジの帽子名将ミモザ、その後ろすぐ隣にアイラブテーラー、ケイデンスコール、そのうちに続いています。その隣にパテンロオリオン、その横にダイアトニック、その外にサブライムアンセン、並んで13番キャプテンドレイク。さあ先頭はまだ2番バントレム、2番手はスカイグルー、ゴーオーアマゾン、3番手。4コーナーをカーブして、さあこれからです。バトレム先頭、内からぐんぐんとゴーオーアマゾン、残り 200m を通過して、ゴーオーアマゾン先頭だ。後方から一気にダイアトニック、ゴーオーアマゾン1着、2着にはどうやらダイアトニック、3着にプラデスーラ、勝ったのはゴーオーアマゾン、このレースを制したのはゴーオーアマゾン。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。バントレム前に行きそうです。バントレム先手を取りました。ゴーオーアマゾン、すぐ後ろ、その外にアイラブテーラー、内からはロータスランド、その外からスカイグルー、名将ミモザ、そのうちに続いています。並んで10番ベステンダンク、すぐ後ろにレイモンドバローズ、内からはマテンロオリオン、その後ろにサブライムアンセン、内からはダイアトニック、その外にビッキーブリランデ、その隣にキャプテンドレイン、前はバントレム、名将ミモザ、ほとんど差がありません。スカイグルー3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。バトレム先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。残り 200m、 バトレム意地を見せる。バトレム粘る、ダイアトニックかわす、ダイアトニック、ダイアトニック1着、2着にはどうやらゴーオーアマゾン、3着にロータスランド、ダイアトニック、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。
用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。スカイブルー、これはいいスタートを切りました。アイラブテーラー、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがスカイブルー、先手を取ったのはアートレン、その外からアイラブテーラー、ミッキーブリランテ、そのうちに続いています。その後ろにベステンダンク、その隣にロータスランド、すぐ後ろにオーオーアマゾン、その外に名勝ミモザ、並んで16番レイモンドバローズ、その後ろからはダイアトニオ、その外にキャプテンドレイン、内からはマテンドオリオン、緑の帽子サブライムアンセン、その後ろ前はバトレン、スカイグルーブ、ほとんど差がありません。間を挟んでアイラブテーラー、3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。バトレン先頭、2馬身から3馬身引き離す。あと 200m、 一気に後続がやってきた。キャプテンドレイク手応えは十分だ。一気にフラベスーラ、フラベスーラ、フラベスーラ、1着、2着にはどうやらキャプテンドレイク、勝ったのはフラベスーラ、このレースを制したのはフラベスーラ。